はい、皆さん、こんにちは。レオン・カクタクです。今回はですね、ライトゲームマニア、それからレオンのフカチュリボリ、この2つの連動企画という形でね、動画を作成いたしました。テーマはね、遠征の釣りです。はい。まあ、僕と地球さん、鳥遊の地球さんがね、もう15年近く、毎年行っていますけども、普段の我々の仕事の釣り、ではない。もう一釣り人に戻ってですね。行き当たりばったりで、まあ今年ここ行こうか、こう行ったことないよね、ということで、今までに行ったことのない釣り場中心にね、南や沖縄から北、北海道まで毎年いろいろ行ってますけども、まあ今年、なかなか面白い釣りもできましたので、その様子をちょっとご覧いただきながら、皆さんの遠征の釣りの参考に少しはなるんではなかろうかなということで、やっぱりね、コツがあるんですよ。知らない土地に行って、いい釣果をあげる、楽しい釣りをするには、それなりの、ちょっとしたコツもあると思いますので、その辺がね、うまくお伝えできたらいいなと思って企画いたしました。はい。さて、今回行った場所はですね、鹿児島県の徳之島というところです。鹿児島県ってあってね、九州の下の方にある鹿児島県から沖合ずーっと離れて沖縄の近くになるんです、徳之島が。もうここでも鹿児島かよ、沖縄でよくないっていう場所がに徳之島、奄美島というね、2つの大きな島があるんですが、そのうちの徳之島。僕もね、名前は知ってたけどね、今まで一度も行ったことはなかったので、行ってきました。あ、実はこの背景。ね。これ動画になってますけども、当日撮ってきた動画です。奥の方に3人いますけど、これ、1人はアングリングソルトのカメラマンさん、2人が、サポーターの古城弘樹君と、それから地球さん、これ今後ろに3人映ってます。で、ロケをね、1日絡ませたんですけども、それ以外はね、本当にプライベートな釣りをもうだらんとやってきましたが、それなりにね、大変意義のある楽しい、釣りができましたので、その模様を自撮りですけど、拙い自撮りなんですけど、ご覧いただきながら、ちょっと解説加えて、皆さんの参考にしていただければなと思います。ということで、ぜひどうぞ。いきなりなんですけどね、冒頭、フィッシング、ボートゲームからです。はい。おかっぱりじゃないのって、おかっぱりも、後編はおかっぱりにしますけど、まずはボートゲーム。というのもね、徳之島や沖縄のちょっと特徴なんですけども、本土のようにね、たくさん港があって、たくさん堤防があるわけじゃありません。だから自然の海岸線、この後ろに映ってるのがサーフですけども、で、端っこの方にこう、ちょっと、磯が見えますね。まあ、リーフって言うんですけどもね。そういったとこの釣りの方が、圧倒的に成果が出る。もっとわかりやすく言うと、沖縄といえど、堤防ではね、案外いい釣りできないですよ。あんまり釣れないんです。堤防以外の方がずっと楽しい。ところが、これね、干満がものすごく影響するんですね、この手の釣りは。比較的ね、本土側の釣りですと、海岸線で、港湾部で釣りをすると、満潮に向けて釣りをすることが多いでしょ。でもね、この南の島はね、逆にね、干潮に向けて釣りした方が圧倒的にいいんです。はい。ということで、アングリングソルトのロケが終わった翌日、まあ、いよいよ僕たちのプライベートの釣りですよという、2日目からのビデオになりますけども、夜が明けたらね、満潮に向かっていく潮なんですよ。もう、明るくなったらほぼ満潮かなっていう。で、おかっぱりがね、なかなかちょっと難しいので、宿の親父さんに、親さん船持ってないの？って言ったら、持ってるよ、って。その船でちょっと釣らせてくんないってお願いしたらね、快く受けていただいて、まあ、遊漁船ではないので、親父さんのね、好意でね、あ、そうか、釣ってくれるか、つって、
お客さん結構何人かね、民宿なんでいらっしゃったんで、食材調達、じゃあ、お前ら頑張ってくれと、俺、ちょっとだけ、じゃあ2時間ほど船出すわ、ということでね、船をね、出していただくことができましたので、まずはその模様からご覧いただきます。ああ、地球さん。はい。オフショアだけど、船がちっこすぎてびっくりしたね。これ立って投げるのは難しそうですね。立っては危ないね、立って投げたらね。まあいいんじゃない、こんな小舟でのんびり。うん、ということでね、早速船を出していただきました。まあ港から出てすぐの場所なんですけど、まず最初の注意事項、これね、遊漁船でもね、同じことなんだけど、大体、北海道から沖縄に至るまで、どこに行ってもそうなんですけどね、一般的なその港の遊漁船をお願いすると、連れて行かれるのが、大体水深60、80、100、130メーターぐらいの場所に連れて行かれるんです。今、全国どこ行っても。うん。これがね、非常にね、僕たち的にはまずい。まあもちろんそっちの方がいいよっていう方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、僕たちは基本、おかっぱりのライトゲーマーです。はい。小舟で、スパンカーもついてない。ね。で、船長が、操船操舵で、船を立ててくれるわけでもない。現場へ到着したらエンジン切って、ドテラで流しなんです。で、もうね、映像からも伝わると思うんですけどね、結構風吹いてます。そうすると、小舟、どんどん流れちゃうもんね。釣りになんないんだよ。100グラムぶら下げてもね、ビューッと流れちゃうの、うん。まあ、船長、おすすめのここポイントなので、まあ、とりあえずは下ろしてみようかと言って、下ろして、まあ、古城くんがね、一匹だけヒットさせました。とても釣りにくい中ね、古城くんが一匹ヒットさせたので、まずはそこから見ていただきましょうね。まあ、まっすぐ下ろして魚がバイトした時はもう随分リュグがね、流されてると角度見たら分かりますね。着底前に来てましたね。急にラインが速くなったんで。お、なんだ？ですね。上がってくるけど。お、長寿ですね。長寿見栄え。おじろバラハット。あ、いいですね。あ、ということでね、なかなか綺麗なお魚さんが一匹見つれました。ね、釣れたんですけども、先に申し上げたようにね、もう釣りにならないわけ。もうほとんど、全くではないけど、全然楽しくないの。で、僕は船長にお願いして、船長、僕たちの釣りはこうこうこうなので、浅いとこで釣りたいと。なので、僕が指示するので、浅いところに行ってくださいということで、まあ、見える島影と、全体の海峡の様子を見て、僕が指示したところへ、船を回してもらいました。さあ、斜老帯から。
カメか、なんかと思った。使用してるのはナッツジグのね、45グラムです。うん、水深10メートルぐらいで45グラム。そもそも船はここでも風で流れててね、ドテラで流してるので45グラムくらいならないとね、正直釣りにならないですね。まあ、こういうことはしょっちゅうあるのでね、頭の隅っこに置いといていただくと、遠征先でね、快適に釣りつけ、あ、ヒットさせたね。これでヒットです。お、さっきよりでかいんじゃないか。やっぱりシャローの方が釣りやすいだろう。あ、よっしゃ、ね、危ない危ない。うん、あ、ありますよ。あ、ちょっと待て。まあ、釣り方はね、こういった南の島なので、比較的簡単。まあ、僕一番好きなのは今やってますように、ナッツジグを放り込んで、ボトムについたらそこから巻くだけ。5回、10回。うん。まあ、上まで巻き上げた方がね、大型はヒットしやすい。小物を釣るんであれば、ボトム付近で5回程度。今ちょっと小物狙いのね、巻き方してますね。はい、着底から巻いて落とす。まあ、この繰り返しだけでね、まあ、北海道でもほぼほぼ一緒なんですけど、僕やってることは。非常にシンプルで、いろんな魚がね、釣れてくるメソッドですのでね、ぜひ試してみてください。よっしゃ、何でしょうか。完全に早巻きで食った。取って止まるのが気持ちいいな。見えてきたサイズは小僧君のほど大きくないです。普通にちっちゃいです。青の目だ、青の目。よいしょ、ほら、きれい。見てこの色、ナッツ65のキャストからの巻き巻きでズドン。よしよしよし。あの、でもよく巻きに反応しますよね。うん、いい、こうか。青の目相当好き俺。うん、本当にこの紫の模様が何とも言えない。はい、あれ、岸からのキャストでああいうのが釣れてくれればね、一番いいんだけど、なかなか。結構ね、ボトムからの早巻きをしている理由は、ボトム付近で魚をかけたくないから、パーッと巻いてきて早く 4,5 メーター持ち上げたところでかけたいのね。そうしないと、まあ、ここの場所はさほどでもないんだけど、岩に潜られることが多いのでね。ボトム取っては巻くの繰り返し。お、やるね。暴れるね。サイズが分からんな。そんな大きくないけど、よく暴れる魚だ。お、やっぱりね、笛吹き系です。
ちは何ていうんですか、ブルーって言ってるんですか。お、地球さんがいい魚をヒットさせてます。俺は撮影しとくから。結構でかいの好きです。結構でかいじゃん地球さん。でかいね。なんかこれなんだ。そこ、おお、そこそこいいぞこれ。ちょっとこれちょっとごめん。そこ、おお、そこそこいいぞこれ。本格的なリーフエッジだとね、かなり上でかけないと、このくらいのサイズの魚になると高確率でね、リーフの下に潜っちゃうんで、早巻きってのは大事ですよ。ハタだね。何でしょうか。バラか。バラだ。バラだ。バラだ。おお、いいサイズ、いいサイズ。でけえ。うた。いいサイズ。いい引きしたね。うん。バラとこれぐらいありゃガリンペロのぴったしな相手よ、サイズ的に。ガリンペイロぶちまがり。なんだ。また赤旗ですね。です。赤旗。こっちの赤旗ちっかいね。そうですね。よし。おー、でかい、でかい。お、これはでかいな。俺に面する暇を与えてくれない小僧君。俺でかいぜ。なんぞ。なんぞ65ですね。おー、いいね。フォールできた。フォールできた。はい。誘い上げて。これはいい。これは本日一番の魚かな。よいしょ。おお。そう。バラか。でかバラ。ああ、危ない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 。よく太ってんねこのバラ。胴体はまん丸だから。これはでけえ。フロント。フロントはフロント。ああ、いいな。すげえ。そいつがたいいな。ごついぜそれ。ほら横持ち、もうオッケー。そのサイズがくりゃ最高じゃん。よっしゃー、やっとこっつんできた。やっとこっつんできた。待望の。何でしょうか。かわいい。これ。カンモン君。ごっつんカンモン。はい、サンキュー。あんまり浅いとこにいないね、今日魚が。うん。あー、食った。悪口言うと食うんだ。よしよし。よしよし、なんだなんだ。関門か。なんだ。2時か。2時だね。綺麗だね、虹旗。あれ。美しい。虹旗どれくらいなのかな、サイズ。ああ、そう。綺麗。素晴らしいよ。めっちゃ可愛いのついてる。ほい。あ、エビ食ってる。今度エビが入ってる、これ。岸際の小物は小物で、なかなか楽しい。
OK です。限界あ、食った引っ張ってたら食った船移動するのに船で引っ張った方が早いかもおっとっと、逃がしてあげよう思ったら生けす行けだってさ、船長がかわいそうに君唐揚げ、ね、唐揚げ用意になっちゃって。なんか食ってるっす、エビ食ってる、みんな口の中エビが出てくる。エビだった？なんか変なのエビ使ってる、なんだろうちゃんと見える、うん、来たよ。大したサイズじゃない、大丈夫。もう根は切ってるからゆっくり巻く。姿が見えました。何でしょう、赤旗？赤旗だ。え、お土産？これはイケスですね。よし、コンベ。あー、叩くなこいつ。うん、そんなもんかもしれない。ちょっと根魚の暴れ方と違うような気がする。わ、何ですか？タイだ。やっぱりタイだ。何？白ダイ。初めて見た。白ダイ？わあ、本当だ。カメラを。天野で釣ってるの見たことあるんですけど、あんまり釣れないですよ。天野でしか釣れないようなのが、ナットで釣れるのがお決まりコース。叩くと思ったらタイじゃないか。やっぱりねって感じやね。叩くわなみたいな。これはいい、珍魚種が釣れた。うん、初めて釣ったこれは。よし、ありがとう。ということでね、2時間くらい遊ばせてもらって港へ帰ってきました。3人ともね、そこそこに連れて、まあもう2時間あれば十分満足って感じかな。うん、こいつはしかし見事やな。そいつが良かったね。これはなかなか迫力で、結構浅いところで釣ったやつもんね。あんなところでの釣りってあんまりないしないでしょ。うん、僕らはね、逆にああいうとこばっかりですよ。筋荒もちょっと。そうなんですよ。本土でもね、ゆぐすめ船長はなかなかああいうとこ入れてくんないんですよ。だからあそこ行ってくださいって頼んでいろいろ釣るのが面白くて、シロダイ初めて魚種が一個増えた。メガでっかいね、シロダイ。こんなです、白ダイ目が大きい。これおお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 これもでかい。よく太ってる、ほんと。栄養満点で。
数字やらより偉そうな顔してるもん。バラの方が。なんで変わりが多かった。うっ。でっけえよこれ。バラちょうど60センチぐらい。さあとりあえず一遍変わりましょう。うん。宿へ帰ります。よいしょ。はい、ということでね、一旦切り上げました。お昼前にね。で、お昼ご飯を食べて、午後からの下げ潮のリーフの釣りに備えて、まあ、準備をするわけなんですけども、ここまでご覧いただいてね、僕がね一番語りたいことは、北海道行こうが東北行こうが、四国行こうが九州行こうがね、さっき言ったようにそのよほど手慣れた、ルアーのキャスティングゲームの船長でない限り、ほとんどのね船長は平場かジギングかの釣りのエリアにしか連れてってくんないんですよ。うん。で、もうご本人たちがその岸へ向かって投げる釣りっていうのをね経験されてないので、ここがね一番大きなヒントです。旅先で友達3人くらいで行って、船をチャーターして遊ぼうと思った時に、そこ一番気をつけなきゃならないです、うん、せっかくね準備していって、でいろんなルアーを持っていってもあの使い物にならなかったりするので、うん、まず今見ていただいたようなね、ボートの上から岸へ向かって浅い方へ向けてキャストして釣るルアーゲームをやろうとするならば、それをねさせてくれる船長にまず探さなきゃいけない、そういう船長だから、どこそこに行こうと、で宿もここに取ったと、でできればね民宿で船宿を持ってる民宿がいいですね、うん、船長が小船中船大船ぐらいまで持ってるような船長で、そこで必ず電話で船長とお話することですよ、前もって。うん、船でも釣らせてもらえますか、料金いくらぐらいですか、ね、僕たちがしたい釣りは大体こういう釣りなので現場じゃよろしくお願いしますねでお願いをしておいて、ほとんどの船長がね水深5メーター10メーターのところじゃねやった経験がないので、うん、そこはね現場合わせで勇気を持って船長とちゃんと人間関係作っておいて、それからあの岸沿いのね、岩がゴロゴロしてね根魚がたくさんいそうで、まあ根がかりもしそうなんだけど岩ゴロゴロして根魚が多いそうなとこ連れてってくださいと言って、今ご覧いただいたようなね釣り方をすれば、大体全国どこ行ってもねいい釣りができます。でもう僕と地球さんはこれ15年ぐらい続けてるんですけど、うん、どこ行ってもねやっぱりすぐ本当に80メーター100メーターラインに連れて行こうとされるので、いやちょっと待っ て、あそこ行って、で水深15とかね20あるかないかのところで僕たちがナッツを投げて、大門旗の50とカーンつったり、キジ旗の40ぐらいをドカドカドカーつったりするとね、ほとんどの船長がねびっくりされるんですよ。今回のこの船長も一緒、さっき池間から出すときに話してたでしょ、こんな浅いところで釣ることないですよね。たらないなぁ、つって。こんなでっかいのがいるからびっくりしたって船長何度も言ってましたからね。うん。その辺がね、この手の釣りを旅先で楽しもうとすると一番、重要な点ですので、その辺をしっかり踏まえてね、調校計画を組むといいんじゃないかなと思います。はい。はい、ということで午後からはねリーフの釣りです。背景変わったでしょ、うん、ここが、釣り場なんです。ですごいよね、空と海がもう一体化しちゃって、その足元の海面が
あの風がないとね、ピタッと平坦になるとこういうふうにね、海と空のね、区別がつかなくなるような風景が突如現れます。これ風吹いてるときこんなじゃないからね。で、この辺ここにリーフエッジが見えます。で、この段階ではね、まだ潮位がちょっと高いんですよ。どんどん下げに向かっていってるのでね。で、完全に下げてしまうとここ浅いんです。で、ちょっと深いとこもあるし浅いとこもあるから、あのこううまくこのリーフエッジまでね、歩いていくことができるのね。この写真は地球さんが朝一この現場へ降りて、うん、砂浜からというか岸から、あの素晴らしい風景だったのね、地球さんが撮影してくれた写真なんですけども、え、午後はこの広大なリーフなんです。で、潮が引くとこの手前の水は3分の2とか4分の3なくなっちゃって、あの水たまりがたくさん残るのね。で、そこの中にポコッと深い穴もあったりして、そんな中でね、釣りをするという、まあもう代表的なね、リーフゲームなんですけど、これがね、まあ小物中心なんですけどね、すごく楽しい、うん、ということでね、今からこの動画を見ていただくんですが、残念なことに僕は前日のアングリングソルトさんのロケ時にね、ちょっと足腰を、痛めちゃって、とてもこのリーフ歩いてリーフエッジまで、出るのはもうちょっと無理な状況になってましたので、ここからは古城くんと地球さんというか、まあ、地球さん中心でね、GoPro で、胸につけた GoPro で、うん、釣るところをね、ちょっとご覧いただきましょう。関門旗トップで出ました。ご覧のようにね、潮が引くとかなり浅くなってます。で、あのいろんなルアー使えるんだけど、必ず持っていった方がいいのは、あのシャローランナー系のミノープラグ、それからペンシルプラグ、ポッパー、この辺は絶対に持っていった方がいい、ね、それからワナッツジグ、あと鉄板バイブのちっちゃいやつとかもね、非常に使いやすいです。で、地球さんはね、今回これワームも使ってますけど、ワームでもいいんだけれど、あの逆にジグなんかの方がね、反応が良かったりするんで、ワームよりもね、ハードルは少し多めのね、準備した方が正解です。まあ、これ地球さん広範囲にプラグで探ってる最中ですね。で、やる気のあるやつがいれば、特にあの銀亀とかね、霞味とか、その系を先に探ろうと。で、広範囲に探っといて、あとは、ジグやワームで穴釣りという感じですね。まあ、いればね、すっ飛んできて食いつくので、とりあえずは広範囲に、あの味系を探すということです。ここの注意事項なんだけど、こういうリーフの釣りって、本土の釣りに慣れた人はね、浅すぎて魚が釣れない気がどうやら皆さんするようなんだけど、水深30センチあればね、魚釣れるからね。で、ましてこういうふうにあのところどころポコーンと深くなってるところは水深1メーター近くあるので、もう十分あの魚はね、こういう岩盤の下にシェードの部分に隠れてますから。で、フィッシュイーターはこの水面引いててもすっ飛んできて食いつきます。だから浅いから釣れないんじゃないかっていうのはね、全く大間違いで、こういったとこの方がよく釣れるので、そこも留意点です。よし、僕はこの手の釣りをする時でもね、だいたいナッツジグで、ナッツジグをキャストして引いてきます。そのためにあのブレードの上にフックを乗っけて根掛かりしにくく作ってあります。
潜られちゃうからね。ヒットした瞬間に潜り入られちゃうからね。あ、出た出た。おお。ドラグは出さずにもうゴリ巻きの体勢、うん、こんなちっちゃい魚がね、うん、すぐギュン、あ、ナッツだ、うん、失礼しました地球さんナッツ軸をずーっと巻いてて下から追わせて食わせたって、うん、これをね投げてボトムで釣ると本当に根がかれちゃうので、ね、投げて釣るときはねとにかく巻くのが重要です。こんな場所ですよ。巻いて追わせて水面近くで食わせる。海のど真ん中に立ってるって感じですね。ねえ、浅いでしょ。海の真ん中。で、少し深くなったところを探して釣りを返す。よし。トップで立とう。でっかいタイドプールですね。タイドプールというよりインリーフといったところ。おお。これはトップか。これは。おっしゃ。いいね。え？なんだこれ。楽しそう。クロダイ？キビレ？死ぬです普通に鹿児島ですから普通に死ぬいます。両方いるんだよ、南の魚と本土の魚。いいんじゃない、リーフで落ちる。綺麗だし楽しそう。そうだね、タイドプールの方がいいね。でもやっぱタイドプール、リーフエッジに近いタイドプールがやっぱでかいのがいるね。クロダイ出るんだね、ここ。クロダイだった。沖縄は出る？クロダイ。出ますよね。おー。あれか、ボトムについたら出てきた。ラットジグタブの 3.5 とか 5.5 使ってる。08リーダー35ぐらいが望ましいです。相手が小さくても時々でバカでかいやつが食ってくるので、その辺は本当に要注意なのでね、はい、静かなところの穴釣り。これはジグヘッドにワーム使ってんのかな。この手の釣りもね僕大好きなんだな。アイスポットへ落とし込んで、うん、夏ジグで、あるいはコッツンバイブで僕はやることが多いですね。意外に根掛かりしないので、しにくいように作ってますし、ワームでも結構ですけどね。
こういうスリット、こういう要するに影ができてる中に、あの根魚潜んでるの。おーしゃー。スリット見逃さない。だからあまり軽いリグだとうまくいかない。重たい方がいい。なんかわかんない魚なんだけど。ゴンベ。イソゴンベ。正式名は和名。通称名なの？ゴンベ。でも歯がすごいね。イソゴンベという魚。正式名は和名。よし来た。おっ。よっと。さっきと同じですが、サイズが上がったけど。こんな浅いとこにカメがいるんだよね。こういうのも楽しいね、南の島。ぐるっと一周してます。はい、ということでね、リーフの釣りを見てもらいました。うん、まあ僕ちょっと行けなかったんでね、残念だったんですけども。はい。まあ、港湾部のね、小物釣りが好きな方はね、かなりそそられるんじゃないかなと。特にね、徳之島、航空写真で見る限り、もう島の周り中リーフだらけ。うん。特に徳之島がそうだったのかな。もうね、探りきれないくらいポイントがあるんです。うん。だからコツは、もう一回言いますけど、潮が引いた時の状態を把握することです。どの磯に行けば潮が引いた時に、リーフエッジまで歩いて出ることができるかというのをね、事前にしっかりチェックしておく。ここが重要です。そこさえすればね、本当に徳之島なんてのはね、1週間いてもね、毎日いろんな場所でね、釣りが楽しめて、いろんな魚が釣れると。で、今回はね、他にも予定があったので、あまり何箇所もね、やれませんでしたけども、十分地球さんと小城くんね、楽しんでもらいました。ちなみに堤防も散々回ったんですけど、堤防ほとんどダメ。もうゼロに近いぐらい釣れない。ところが、磯を歩いて浅いところをね、リーフやればボコボコ釣れるというね、その辺も特徴ですのでね。はい。では次はね、今度は本土側です。長崎に行きました。で、長崎の、磯で少しいい旗釣ろうよということでね、地球さんと行きましたけども、夏枯れ状態でね、もう8月に入っちゃうと、はい。全く港湾部の堤防の、いつもやり慣れてるような港湾部の大きな堤防の外側のテトラ隊なんかをやったんですけどね、カンパチの子供がチラチラっといるぐらいで、ほとんど根魚がダメだったの。うん。となると、僕の一番好きな釣りは、汽水域の釣りです。夏はね、汽水っていいんだよ、川は。水温高いから、水が冷たい川へね、結構フィッシュイーターが上がってくんの。うん。それやろうよということでね、地球さんと二人で、長崎から佐賀、広島とこう帰りながら、僕自分の車で行きましたので、うん、その川をね、ちょこちょこっと打っていく様子を参考にしていただければなと思います。まあ、使ってるのは、アミコン、こういう汽水域でね、使いやすいの、アミコンってね、結構いろんな魚釣れます。マハゼも釣れるし、チヌも釣れるし、うん、それからナズジグですね、当然 3.5g、5.5g、この2種類あれば、汽水の釣りはね、もう今までも他の動画で皆さん散々ご覧いただいてると思うんですけど、いろんなもの釣れますので。はい、ということでね、まずは長崎市内の川2箇所で、僕と地球さんが、うん、チヌを釣るところをね、ちょっと見ていただきます。残念ながらヒットシーンは映っておりません。かけてからしかありませんので、ご容赦ください。ではどうぞ。よし、食ったー。おー。
構いいサイズじゃないですかこれ。50近くあるんですか、ね、後ろからもう1匹ついてきてます、ね、あ2匹ついてきてお おーしよ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 し、いやーなんとか取れましたね。ロッドは76UL プロトですね、ビールが IRCT、 もうオールイークス製品で取れたっていいですね。なんかすごい嬉しい、自分がかかった道具で全部取れてるっていう。いやーなかなか重いな。いやーもう針一本ですからねこれ、細い針で。無理しないでなんかうまくできましたけど、はい。これも同じ長崎なんですが、こういうその河口の汽水域から今度はね、揚げ潮でね、先ほどあの奥側が河口です、潮がどんどん上ってきて水位が上がるといろんな魚がね食ってきますので、こういうところが狙い目です。あまりね大規模な河川よりもこれくらいの小規模河川の方が実績高いです。一番の狙いはこの琴引きでした、ね、あんまり数が入ってなくて去年くらいからあんまり釣れなくなってるそうなんですけど、汽水域のエースだと僕はね思ってます。はい、お、なんか賀来さん、あ、な、何かけました琴引きにしちゃ、なんか50近いんじゃないの、夏ジグのね、はいはい、1.8 をこの子姿が見えたんで、打ち込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 んで、でかいね。でも、あそこ、河口のところ全然水量ないあのあれなんだけど、満潮になったら一気に登ってくんですかね、こんなのが。ね、また、琴引きのチビを釣ろうと思って用意したタックだから。リーダーもちょっと心持てない感じですか。まあでも PE ね08なんでね、あの取れるんだけど、あの食い損ねてヒレにかかってんだよ。はいはいはい、スレか、うん、じゃあちょっとあれですね、左のヒレにプッと吐き出した時にかかったんだよ。あ、なるほどね。ドンと襲いかかってきたから最初は怖いに来たんだけど、サオは、はい、はい、ベスパーだ。はいはいはい、オーローマンベスパーです。いい曲がりしてますね。よいしょよいしょ、何にも持ってきてねえですよ。やっと取れ、暴れてる暴れてる。ランニングツールなしでどうやって取れてるんですか。よいしょ、うー、外れた。オッケーオッケー、あー、オートリリースですね、うん、あのフック伸びた。ああなるほどね。この下でじーっと俺を見てる。この野郎って感じでしょ、うん、目があった目が。お疲れです、ね、はい、もう2匹ついてる。これ食わねえかな。あ、もうバレてるね、うん、ああ逃げてた逃げてた。もう嫌がるでしょ。はい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 、やっぱこういうのって一撃でかけないとダメな。そうですね、よいしょよいしょよいしょ。何か、いや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 、わ、これはちょっと外すの大変そう。あ、向き変えてった。あの、だから乗れてない、乗れてないって言った浅いところね、はい、よいしょよいしょ、はい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 、こういったのつくて、はいはい、わかったわかった、君の言いたいことは分かった。よいしょ、行こうか。よいしょ、下は出た。上わかんねえんだよ、どっち向いてんだ。行こうか。よし、あ、出た出た、はあ、でけえね、でかいね。あ、50.5 ぐらいの。レンナイス君、
おい、頑張れよ、お前。あー、年だから。年だから、お互い年だからね。よし、行きます。よし、行け。はい、はい。ええ、作り。通りすがりの川っぷちで、長崎からね、今、広島に向かって帰ってる途中なんだけど、佐賀で途中下車して、まあ、今晩佐賀止まりにしようかって。ということで、川淵へやってきて、夕まずめ、せっかくだからハズゲームでもやろうかなと。ということで、ナッツジグ 3.5g。はい、釣れようが釣れまいが、ちょっと遊んでみます。もう食った？食った。フグでした。フグ釣れました。来てフグ。ゼクラアシストを見つけてこんなナットジグ 3.5 グラムこんな状態。多分これはずだよ。絶対釣れてるよ。ピョコタンピョコタン。ほら、フグじゃないぞ絶対。ほら、フグじゃないだろう。フグじゃなかった。あ、フグか。フグだ。想像通りでしたよ。俺絶対フグだと思った。あ、また。あ、ついてるついてる。イエーイ。ハゼフグ。おら持って帰りたい。この子ね、意外にあの淡水の水槽で飼えるんだよの。僕ね、金魚鉢で一時飼ってたことがある。結構長いこと生きてるからね、餌あげたら。かわいい。今日は売れ食いですよ、みたいな。まずいねえのか、この子は。カニ穴の一本寄りますからなんかね、うん、最高の条件のはずだけど、残念ながら風が昇る川ではなさそう。おお、食った食った。あ、お、やった。え、ハゼ？やった。ついにやりました。皆さん見てください。これ、これ。ちょっとすりがかりになっちゃったけどね、コン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 当たってたの。ナットジグ 3.5 にハゼクラシストが食い損ねた。スレでかかりました。年なしのチヌからハゼまで、小旗も全部このデスパーダ1本で遊びます、今回は。で、江戸前小継ぎ1尺5寸で、コンパクトに持ち運べて、まあ、かなりパワーがある竿なんでね、あの50チヌを釣ってるとこ見ていただいても分かるように全然余裕なんだよね、まだ。でもまあまあ繊細なこともそれなりにできるし、まあこれ一本あればね、シーバスゲームからハズゲームまでやれるってことです。そんなに極端なストレスなく、ど真ん中で言うとどうだろう、ミドルゲームロットだよね。だから死ぬくらいが面白いって言ったね。夕方の1分20分をちょっとハゼとフグで癒されたので、今晩の宿を求めてまたお宿をチェックしましょう。いやー、長崎から佐世保佐賀までね、ずいぶんあちこちうろうろしたんだけど、うん、長崎の南の方、うん、だけだったな、強かったのは。しかもね、海は磯まで行かないとダメだった。港湾部ね、ほとんどダメで、汽水域だけ唯一機能してて、まあ僕も地球さんもチヌ釣ったり、うん、コトヒキ釣ったり、メッキ釣ったりでね、やっぱこの夏のね、暑い時は汽水が一番、汽水が楽しい。もう汽水以外打たなくてもいいんじゃないかって感じでね、うん。
まあ、ご覧になった皆さんはね、ぜひ汽水の釣りというのを試してください。なかなか楽しいです。はい、ということでね、あまり釣り具メーカーの動画じゃ見ることがないであろう、ある種だらっとした釣り方をね、ご覧いただいたんじゃないかなと思いますけども、うん、これがね、やはり揺るぎなき、うん、おかっぱりライトゲームのね、僕は楽しさじゃないかなと思ってます。肩肘張らずに、ね、肘張らずに、遠征の釣りはね、風光明媚な風景や、その土地土地の人情や、美味しい食べ物に触れながら、うん、あまり贅沢を言わずに、目の前にいてくれてる、目の前で釣れてくれるお魚さん相手に、楽しんでいくっていうのがね、僕はね、ある種遠征の心得のような気がしますね。もちろんね、男女軍といって大きなヒラマサやクエアっていう遠征の釣りもあるんですけども、うん、それはその楽しさで、今回僕らがやってるようなこういう、なんて言うんでしょうね、本当に肩の力を抜いた釣りの楽しさっていうのもね、なかなか捨てがたいですので、皆さんの参考になればと思います。はい。じゃあまたね。